皆さんこんにちは、エイボンシーライダーでございます。いつもご視聴していただきありがとうございます。今回私の車の、左の前輪のハブベアリングがすり減ってしまって交換したという動画になります。走った後このハブがものすごく熱くなります。そして走行ノイズがすごい音が出てくるようになります。で、私の場合はゴーっていう感じの低い音だったんですけど、まずは音の確認をしてみましょう。明らかに低周波ノイズが出てるのがお分かりいただけたと思います。早速修理工場に持っていきました。はい、大急自動車販売株式会社白川中央インター店でございます。もう私の車は全てこの大急さんで見てもらってます。もう25年以上の付き合いになります。でリフトアップしてタイヤをチェックしたら、やはり左の前輪の動きがもう悪い、ノイズも出てるということで、今回、どうせやるんであれば、今のところ問題がなかった右の前輪のベアリングも一緒に交換しようということで、両方ですね、前輪のみ、両方交換しました。メカニックの方がこうやって写真を撮影してくれてて、やはりもう、ベアリングも減ってましたけど、その、ハブの中がもう相当汚れてたということで、31万キロも走ったわけですから、もう26年ですか、26年、27年ぐらいになりますね、もう。で、それで31万キロ。逆にこの31万キロ持ったのがすごいという感じで。で、ベアリング単体の音をちょっと聞いてください。そして、これがですね、このリングが左側の前輪のリングなんですけど、内側にかなり傷がついてるんですね。おそらくこのローラーベアリングがすり減って、叩いた感じですかね。かなり傷がついてます。そして、これは右の前輪、異常がない方です。ご覧の通り、傷がほぼついてないんですよね。やはりすり減って中で暴れて傷がついた。そして低周波ノイズはその遊びから多分来てるんじゃないかと思いました。無事修理が終わって早速試運転をしたんですが、もう全然違います。ということで仮装甲車のハブベアリング、これはもう本当要注意です。火が吹いたらもう終わりですから。ということでご視聴